こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですクリミア半島とウクライナのヘルソン地域を隔てる短くて狭いチョンガル海峡に架かる橋チョンガル海峡橋を7月29日の朝ウクライナ軍が長距離巡航ミサイルストームシャドウで再び攻撃しましたがチョンガル海峡橋から 7km 離れたチョンガル鉄道橋も破壊されていたことが分かりました。 兵隊を主に鉄道に頼っているロシアのアキレス腱が断絶されたことになります今後ウクライナ南部方面のロシア軍の兵隊に重大な影響が生じるとみられます今日はこのことについてお話しますウクライナの国防セクターで勤務するマリアドルツカ氏の SNS の一報によりますと ウクライナ軍戦略通信センターは7月29日の朝にチョンガル海峡橋を再度攻撃することに成功したと報じました。ウクライナ軍が長距離巡航ミサイルストームシャドウを使って再び攻撃をしたのは、クリミア半島とウクライナのヘルソン地域を隔てる短くて狭いチョンガル海峡にかかる橋、チョンガル海峡橋とチョンガル鉄道橋です。 チョンガル海峡橋の南西 7km のところに鉄道橋があります。赤い丸で囲んだ方がチョンガル海峡橋、すなわち道路橋の方で、黄色い丸で囲んだ方がチョンガル鉄道橋です。この写真は7月31日に SNS にアップされました。チョンガル海峡にかかる鉄道橋の北側の橋爪がミサイル攻撃によって破壊されて穴が開いています。 またこの写真はウクライナのメディアディフェンスエキスプレスが報じた画像ですチョンガル鉄道橋の同じ場所を去年2022年5月に撮影した写真だそうですディフェンスエキスプレスウクライナによりますと今回破壊された写真を見ると線路だけの破壊にとどまらず鉄道橋の内部構造にも重大な損傷を受けている可能性があり その場合鉄道橋の対荷重強度に大きな影響が出るとしていますまた橋の内部構造にも重大な損傷がある場合には修復復旧にかかる日数が長くかかることになりその間クリミア半島からヘルソン方面への主な兵坦補給が途絶えることになりますさらにディフェンスエキスプレスウクライナは 去年5月の写真と今回破壊された鉄道の写真を比較分析して鉄道レールの表面の色に着目しています去年2022年5月の鉄道レールは表面が錆びていたのに対して今回破壊された鉄道レールは表面の錆が取れて光っていますこのことが意味するのは去年5月の時点では この鉄道はさほど利用されていなかったのに、今は頻繁に利用されているということを如実に示しているようです。また去年5月には木製の枕木だったのがコンクリート製のものに変更されています。これはおそらく戦車のような極めて重い積み荷の貨車重量にも耐えられるように変更されたのではないでしょうか。 その利用頻度が変わったことが意味するのは去年5月の段階ではヘルソン A は北からの鉄道ルートが主な兵坦ルートだったのでクリミア半島からの兵坦の必要性は低かったということです。しかし北からの鉄道ルートがウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースによって攻撃されるようになると 途端に南のクリミア半島からの平坦補給が必要不可欠になってきました鉄道レールの表面の光具合はそのことを如実に語っているようですこの写真は今回破壊されたチョンガル海峡橋の道路橋だといいますこの映像は7月31日に SNS にアップされましたチョンガル海峡の道路橋が破壊されたことで 輸送トラックなどの渋滞がますますひどくなっていますこの映像は前回の攻撃の時の映像ですストームシャドウと思われるミサイルが映像に映っていますこの前回の攻撃映像は6月23日に SNS にアップされていましたまたこの映像は前回の攻撃で橋が閉鎖された後 ロシア側がチョンガル海峡橋を修理していた様子です橋の修理には2、3週間はかかるとロシア国営タス通信は前回の攻撃の後6月24日に報じていましたそしてチョンガル海峡橋がようやく修復再開通した時にまた今回の攻撃で再び破壊されました ロシアは軍隊の装備、弾薬、糧食の移動と補給を主に輸送力の大きな鉄道に依存しています。ロシア軍の兵站を支える鉄道、それも大体路線が少ないクリミアヘルソン方面の鉄道は、まさしくロシア軍のアキレス腱と言えます。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。 それではまた。